スカエイハーカイイカのエイの一種。インド太平洋に広く分布し、時折淡水域に入る。アカエイ族、ハイパリフィス族とされることもある。最も顕著な特徴は、尾の大きな旗のような川しびらであり、特に遊泳時に目立つ。良質のサメ側の原料として漁獲されているため、個体数は減少している。インド太平洋熱帯域の広範囲に分布し、 南アフリカ、航海、日本、オーストラリアメラネシアミクロネシアなどで見られる。両側海優勢でエスチュアリーや河川にも入る。東南アジアの河川では一般的でガンジス川の川口から 2200km の場所で記録されたこともある。60m 以前の沿岸の砂地やサンゴ礁に生息する。尾の川しびらが目立つ台盤は非常に厚い。橋は丸く。 公園はほぼまっすぐで、長さは幅の1.1から1.3倍。ふは丸くて短い。目はとても小さく、間隔は広い。口は小さく、歯列は20、歯は六角形で高く隆起し、皇帝には5つの乳頭突起がある。尾の基部は太く先端は糸状。腹気のかなり後方に1本の毒棘がある。尾の上部に皮しびらはないが、下部には、 おけいの2から3倍に達する革しびらがあり、先端より手前で終わる。胎盤表面は広い帯状の細かい革場で覆われ、粉炭近くから尾の上面に及ぶが、胎盤炎は覆わない。死魚の皮膚は滑らかだが、急速に革場が形成される。幼魚の胎盤中心には4つの丸い隆起があり、生魚と区別できる。胎色は一様な肺茶色で、背面は暗色。 覆面はほとんど白。尾の皮しびらと先端は黒。体長3メートル、体幅1.8メートル、体重250キログラムに達する。砂地の使い遺憾毒で、節除し、餌は魚類牛の下など、甲殻類、多毛類、星虫、貝類など、種目ザメメメジロザメハンドウイルカなどに捕食される。 危険が迫った時は距離を取りつつ捕食者を視野に入れておくために45度の角度を保って逃げる。無体盤生態性で後期の肺は組織栄養で育つ。死魚は体幅18センチメートル以上。生後1年のマラッカ海峡産個体によると死魚の糞は生魚より尖る。生魚は小ンザメやアジを伴うことがある。 デンドローミノカータリーアーダやデカコタリーテトラコードイル、テレブデラアマラなどの寄生虫が知られる。シャーク湾での観察によると、満潮時には浅い砂地で4時間以上休息する。この時、特に水の濁度が高く視界が悪い時には小さい群れを作る。この群れは、通常3個体が頭を中心に環状に並び、どの方向から来る外敵にも反応することができる。また、 重要度の低い尾を外側に向けることで、触覚により危険を察知することもできる。この群れは強調して逃げ、捕食者の注意が一個体に向かうことを妨げる。また、表紋を止め、E は尾が長く、外的発見能力が高いため、使えは、好んで根群を作る。ガルー社の箱他の赤エイ類のように尾に、独特化を持つが、この種は、尾が長く、体前端を越えて、 毒ゲが届くため、特に危険である。少数がトロール量で混濁され、食肉として流通するほか、丈夫な皮は木材を磨くためにも使われる。サメ川やガルーシャの主要原料であり、真珠のような表面を持つ大きな皮が取れるため古代から珍重されてきた。1990年代から高級な財布やペンの原料として国際取引されるようになり、 東南アジアで大量に漁獲されている。町明で繁殖力が低いため、無秩序な開発は種を危機にさらすと考えられる。ありがとうございます。